昨日ツイッターに載せた動画が予想以上に伸びたからコメント読んでくぜー。まずはじめに言っとくけど、インターネットの痴話喧嘩に悪者はいねえ。なぜか俺が責められてるコメントが多いんだけど、偉そうにギター語った俺も、通りすがりに動画見て否定してきたやつも、漏れなく全員悪くねえから。全員が自分なりに歪な正義を唱えてるに過ぎねえ。だから俺が誤解ごときで謝る必要もねえし、お前らが他人の持論ごときで怒る必要もねえ。そんじゃ早速さばいていく。はい、早速コメント読んでくんですけど、やっぱりこれ系が一番多かった。そもそも誰もがプロになりたくてギター買ってるわけじゃないんだよね、とか、さすがにボッチザロック見てプロになりますってオタクは存在しないんじゃないかな、とか、ボッチザロックを話題に出すのはなんか違うな、あれ見て大スターになろうとはならんわってことなんですけど、あのさ、世の中に存在してる全ての動画が地球上全員に向けた動画だなんて、そんなわけないじゃないですか。ちょっとは考えてくださいよ。俺には俺の登録者がいて、そこの人たちの中の一握りの音楽を本気でやってる人たちに向けて出した激励動画なんですよ、これは。それが偶然ちょっと伸びただけで、別に俺も間違ってること言ってないし、ボッチザロックのファンの人がプロ目指してないっていうお前らの意見だって別に正しいんだけどさ、なんかいっぱい来すぎてうんざりしちゃったわ。なんかそれはわかってるんですけど、俺は世界中の人たちの頭の中に直接語りかけてるわけじゃないんだからね。俺の動画が流れてきたらミュートしてください。ブロックなんか最近ダメらしいよね、なんかわかんないけど、ミュートしてください。よろしくお願いします。はい、次これ。エンジェルビーツ、エヴァ、天使の 3P、タリタリ、響けユーフォニアム、軽音のいずれかを見て楽器を始めた人間は素直に名乗り出なさい。だって、みんな大丈夫？当てはまってない？これ当てはまる人結構おじさんなのかな？わかんないけど。この中に宇宙人、未来人、ね、いたら、名乗り出なさいってことですよ。はい、ありがとうございます。次。なんでこの人ボッチザロックに影響を受けてギター始めた人が全員プロ目指していると思って発言しているんだろう。思ってないから。まあ画面越しの俺ってどんな風に見えてるんだろうな、わかんないけど。かっこよく映ってる。かっこよく、聞こえてるの返事して。あ、そう。ならよかった。自称プロがなんでこんなにでかい口叩いてんの？演奏見たことないけど、たかが知れてるってことなんですけど、ちなみにね、俺のギターの実力は、だいたいこんぐらい？まさか俺なんかよりは、うまくキャントストップ弾けんだろうな。勝負しようぜ。まあ人それぞれ思うことは違うだろうけど、お前はとりあえず演奏動画送ってこい。キャントストップな。それはさておき、プロか否かが何で決まるか教えてやろうか。それは、プロを名乗るか否か。だってプロにライセンスとかないからさ。もっと言うなら、ギターで金を稼いだ瞬間にプロになる。もし仮に人から金取ってギター弾いてんのに、いや全然自分なんて、みたいなこと言ってるやついたら、そいつカスだよ。悪いけど。中途半端な演奏で金取ってんじゃねえよ、じゃあ。そういう心構えと、ネットに演奏上げて下手くそって言われてもギターやめない度胸があるやつだけが、プロを名乗れる。お前も上手いんだから名乗ったらいいじゃん。はい、ということで次の質問。ボッチザロックみたいにギターは甘くないって言ってるけど、主人公ちゃんは3年間毎日6時間練習してるからしっかり努力してて、そもそも甘い描写なくね。上手くなった後を描いてるし、何よりもえぐいのは1日中ギターを弾いて楽しかったって言えることよ。その感受性が大事だと思ってる。なんかこれ系のコメント、多分中学生か高校生かそれぐらいの子たちからすごいいっぱい届いてたんだけど、俺が話してるのってまさにその通りで、なんでボッチザロックが初心者ギタリストに優しくないかっていうと、3年間毎日6時間8時間じゃなかったんだよ、俺8時間ぐらい弾いてたけどね、3年間5年間3年間6時間を弾きましたっていう超大変な血の滲むような努力の過程を1秒でお前らは見させられたわけよ。だからお前らは、あ、これぐらい簡単にギターって弾けるようになっちゃうんだって思っちゃうの、バカだから。中学生、高校生ってバカでしょ？俺もバカだったよ。俺だって、そういうので、ギター始めてみようとか思ったかもしれないんだけど、俺みたいにね、なんかちょっと器用で、体育の授業とか、体育に限らず他の授業でも、コツ掴むのは上手くて、何でも器用にこなしちゃうタイプのやつは、そのぐらいの意気込みでギター始めても、F コードとか、スイープとか、そういう反り立つ壁を乗り越えていけるんだけど、人間にはやっぱり不器用な個体っていうのも存在してて、そういう人がね、生半可な気持ちで始めちゃうと、せっかくのお小遣いもったいないんじゃないかなって思って、お兄ちゃんはね、話してたんだよ。わかった？多分見てないね、ここまで。
ここまでっていうか、この動画もう見てないね。うん、それでいいや。インターネットおじさんが君たちに追加で教えたいことあります。誰かを否定するときは、ちゃんと最後まで文章を読まないと、痛い目に遭うことがあるぞい。まあでも気持ちはすげえわかるんだよな。俺自身だって、右も左も分かってない中高生のとき、パブリックエネミーみたいな見た目したロン毛のおじさんが、自分たちの大好きなアニメ否定するようなこと言ってたらさ、最後まで動画見ないで否定したくなっちゃう気持ち、すごいわかるわかるわかる。わかるんだけどね、動画はね、最後までね、見ないと。ね、後で赤っ端書いてさ、意地悪なおっちゃんたちに何か言われるの嫌でしょ、ね、はい、このコメント興味深いですね。5行ぐらいで要約できそうな内容を自己陶酔しながら永遠引っ張ってるのすごい。こういうのが才能なんだろうな。これね、俺最近本当に思うんだけど、自己陶酔って才能というか、うん、動画越しで伝わるかわかんないけどさ、もうこういう嫌な気持ちにさせようとしてくるコメントに怒って切れ返すような元気なくなっちゃったんですよね、もう。なんかもちろん悲しいんだけどさ、こういうコメントすごいたくさん来るから。悲しいんだけど、25年も生きてるとさ、もう大体自分のこと客観視し終わってさ、まあ、し終わってない人もね、たくさんいると思うんですけど、し終わってさ、なんか自分のここがダメで、なんかここはなんか人より長けてて、みたいなのがあるから、なんか改めて言われると悲しいんだけど、なんか怒るとかもうないっていう手で聞いてほしいんだけど、多分ね、現時点、俺が25歳の時点でギターを始めるか、作曲を始めるか、YouTube を始めるかって言ったら、どれも始めないんだよね。なんでかっていうと、現実がもう見えちゃってるからなんだよね。今からギターやっても、ただでさえ、首も腰も痛いのに、下向いてこうやって練習できるかなってなっちゃうし、今から作曲やるのかってなった時に、俺には何も人に伝えたいことないしなってなっちゃう。それはなんでかっていうと、俺 YouTube を始めて街中で叫んでて、俺の叫んでる動画を見て、死にたかったけど、この動画見たらバカバカしくなりましたっていうコメントをくれた人がいて、そのコメントで、なんていうかな、どんなにくだらない動画でも人の命救うことあるんだって思って YouTube の動画をずっと出し続けてたら、まあ普通の人と違う人生を歩むことになるから、気づきがすごく多くて、その中で俺はやっぱり文章が得意だから曲を書こうかなっていうので曲を書き始められたから、そういうなんていうかな、自己陶酔がきっかけで周りが見えてないうちにギターとか YouTube とか作曲を始められたから今があるわけで、やっぱりもう自己陶酔できない大人っていうのははっきり言って才能はないよね。バカと天才は紙一重だから忘れたけど、なんかそういう言葉が本当にそうなんだなって25歳になってつくづく思いました。ということで次のコメント、この人はプロじゃないと思うんですよね。プロはレッスンプロでも素人に夢見させてなんぼの世界だから、お前ら天才じゃないとか言わないのですよ。なるほど。なんつか素人に生きりたいだけのどっかのおっさんだと思う。あー、ちょっとなんか肯定してくれたのかと思いきや、まさかの否定コメントでしたね。最初はさ、この人プロレベルじゃないと思うんですよね、もっと先を行く人かと思うんですよねってコメントかと思ったの。なんでかって言ってさ、プロはレッスンプロでも素人に夢見させてなんぼの世界だから、お前ら天才じゃないとか言わないのですよっていうコメントが来たから、あ、確かに俺みたいなプロを超えていく存在の男はね、夢見させて金巻き上げちゃ悪い、そんな世界あってたまるかって思ってるから、口を酸っぱくしてギターは甘くないって言ってあげた、それを分かってくれたのかと思いきや、嘘をついてでも夢を見させてあげる、それがこの人の正義だったっていう。で、俺にとっての正義は嘘ついちゃいかんなっていうのがあって、じゃあ誰が悪いんだって、誰も悪くないんですよね、敵、そりゃ言うなれば世界、俺の正義は誰かにとっての世界なのかもしれませんね。はい、次。そうやって新規の天才が発掘されないように、新芽が出てこない、諦めさせたいという狙いがあるんだね。いや、ない。ない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 。ない。楽しくなったらもっと上手くなりたくて練習するでしょ。そうだね。勉強やら社会へ出ることもできずに、やり続けてる、慣れの果てがバンドマンなんだから、クズの割合が上がるのが当たり前だろう。あ、まあ。後半に関しては僕には関係ないんで、ちょっとあれなんですけど、新芽を摘むとかさ、しなくても、出る新芽は出るし、出ない新芽は出ないからさ、なんて言うんだろうな、俺が摘めるような新芽って、もう出ない種なんだよね。出ない種っていうか、出ない新芽、咲かない新芽、俺に摘まれちゃうような新芽って、もう咲かないからそれ。他人にどうこうされちゃう運命なんて、新芽じゃないから、それはっきり言って。ごめんね。厳しいけど。厳しいけど、本当にね、プロになる可能性がある新芽っていうのは何が何でも続けると思うよ。こんなわけわかんないおじさんにさ、なんか動画で言われたら、うん、ということで皆さんも、可能性ある新芽ならね、頑張ってください。早くここまで上がってこい。
ということで、時間いっぱい取ったんで、今回は終わりにしていきます。ということで、引き続き音大生モダンミュージックカレッジの講義を楽しみにしとくよな。